今首相言っとった話聞きましたけど、前後っていうと、そう、結構矛盾、さっき矛盾という話も出ましたけど、うん、で例えばこの促進是仏っていうよくある前後、うん、是仏って言葉ありますよね、うん、でこれも馬祖ドイツっていう方の語録なんですけど、うん、この方は促進是仏、心がすなわち仏なんだっていう、ブッダなんだっていうような言葉を言ってて、うん、で同じ人が時には非心非仏って言ったりするんですよね、うんうん、あとなんか例えばその屈指仏性って言って、その犬の子犬に仏性はあるのか、うん、でその場合によってうって言ったりむって言ったり、うん、で両方正解なんだっていうような、うん、そういうなんか割と禅の問答でよく出てくる話があるんですけど、うん、その辺はどういうふうに見る、全部まとめて答えられませんだけど、この一個一個解説しなくちゃいけないし、ええ、まあそれ一個一個に、私にやれるには私の解説はあるんですけどね、はい、例えば犬、子犬に、子犬でしたっけ、犬でしたっけ、串だから、まあ犬、子犬です、ね、犬に仏性あるのかといったら、それだけで悟りの世界に対して言葉かけることほどアホなことあるのかいと聞いてるんです、うん、言葉かけるならば、じゃあ答えてみろよと、うん、例えば本来みんな悟ってるでしょ、まあそういうそういう言葉を持って、うん、ではいいのどうしますかと、うん、あ 犬の仏性あってブッダ、じゃあ拝みなさいということになるんですね。でいかに愚かをこんなことかって言ってるところなんですよ、うん、だから私は見事なフレッシュだと思いますよ、うん、この答えはこのアホなんです、このアホ、うん、現象世界に足が引っ張られて、もう迷路みたいなところであちら行ったりこちら行ったり、うん、もう苦しんでるだけで、だからそこはすごく文学的でもありそういうフレッシュはね、うん、だから犬に仏性ありやとあるかって聞いたら、そこは答えたらそれアウトなんです。答えが成り立たない問いを出すことによって、うん、その人の持ってる固定概念のおかしさを、うん、自分自身の愚かさに気づいてほしい、ね、気づけと、うん、言葉に引っかかっているのはお前でしょうと、うん、大衆のお坊さんはみんな最初僧堂入ると、その老子の方がその公案、屈指仏性の公案を最初にみんな授けられるって言いますけど、うん、それはやっぱ一番、それは宗教です、それは宗教です、あ、形式的なことですかね、うん、だから誰も答え見つけてないでしょう。昔あの学生頃ね、無責任な生き方をしましたからね、まあ、挑戦するなんて悟っていた人にいるのかいとかね、公安の意味知ってる人が誰かいるのかいとかね、偉そうに聞いた時もあったんですよ。で私に聞いてみてください、どんな公安の答えも見せましょうとかね、これで一人二人ぐらいはものすごく怒ってかかってきたんですよ。すごいですね。かかってきて、公安出したんです、出したら、答えこれじゃないと言ったんです。もう一つ出してと。言ったら、答えはこれじゃないと言ったら、本人が体からずっとだらだらと汗が出て、それっきり悪い。自分知らない世界があるんだと分かったんです。よく臨済宗とかの公案のなんか100足とか200足とか通ったとかって言って、それを通ったら老子にの資格が得られるとか、なんかありますよね。資格っていう場合は宗教ですね、システムですね、うんうん、だから日本のある新興宗教もありましてね、開祖様が書いた本何冊を読めば、まあ、この書くとかね、でそんなもんでね、
そういう位があったり、ステータスがあったり、階層様があって、2番目があって、3番目がいて、いろいろってのそういうのはもう文化でやりながら、まあ、信仰でまとめているんだから、宗教というだけでね。だから私たちにとってもね、難しいんですよ。だから、まず人間が、まあ、はい、どんな人間もそれなりの文化を持っている、はい、で食べるときは文化がある、服を着るときもそちらに文化がある、靴を履いたり草履を履いたりするときでもそちらに文化がある。だから文化なしに生きることはできないんですね。しかし文化が人生ではないんです。そこは区別しなくちゃいけない。それすごく難しくなって、まあ、みんな失敗するんですね。相当、まあ、禅宗でも他の武派仏教、宗派仏教もみんなもう文化を、いわゆる衣装が人間だと勘違いしてるんですね。どんな人間も衣装着てますよ。衣装が人間ではないんです。一応まあ先生は道元の研究されてたということで、道元の言葉にもうちょっとこだわっていきたいなと思うんですけど、よく言われるのは士官多座、ただ座る、それから新人脱落っていうのがまあ割と道元というと首相一党、士官多座、新人脱落っていう大体この3つのフレーズで解説されることが多いんですけど、士官多座っていうのは妄想してはいけないってこと、テキストないんだから、ただ形だけで十分やと思ってるんでしょう、肉体を固定したからといってもう一つ心という巨大な要求が働いてるでしょう、ただ座るならば それもストップしなくちゃいかんでしょう、それはテキストないんです、私は先週にそれを教えたんです。士官多座こういうことをやと、これで思考まで止まりますよと。それは分かってもらいました。もらえませんねでも新法神殿をダウドと言ったでしょう、身のびっくりしましたね端的に言えば妄想するなって。だから士官ってただ座れてのは置物のように座れっていうことでしょ。置物何もやってないでしょ、自分では何もやってないね、そういうふうに座れなくちゃいけないです、できる簡単ですね。だからそこやり方のテキストが必要なんです。できた人はもう悟ってるんです。士官多座ができてたらイコールもう悟ってる、イコール悟りなんです、だからちゃんとマニュアルを見ながら、このまず士官多座できないっていうこともちゃんと自覚して、じゃあやろうではないかと頑張らなくちゃいけない、そこで新人脱落っていうのはどう絡んでるんですか。新人脱落っていうのは道元禅師が誰かさんに言われた言葉を、まあ、聞き取っただけでしょ。尿状ですね、でそれで自分がなんとなくその気ぶりになったんですね、まあそれは分かりやすい。道元禅師は即世間的な欲は全くなかったし、もう必死になって悟りを探っていたし、だから新人脱することで言って言えばもう俺だってそうでしょうと、全て育ててますよっていう気持ちになるのは、まあ私はすごく自然だと思いますね、そこで明星禅師に報告してたら、明星禅師が脱落脱落って言ったんです、新人を育てたんです、ただ脱落、その意味を日本に帰ってから亡くなるまで下がったんです、
出せる。だから私の入場選手はすごいと思ったんですね。で新人出せることの執着するということですね、うん、しかしもう一ステップあるんだよと、そこら辺はちょっと言葉で解説するは難しいと思いますけどね。だから新人脱落、脱されてくるものがあるんですね、うん、その場合は修行が必要なんですね。私は新人脱落しましたっていう私は心を脱落して心も、はい、脱落しまったと、この青脱落脱落へと、うん、ただ落ちるだけ。そこで私はっていうこともそってなく時間です、うんうん、それからを何とも言えませんね。私が捨てたところで消えたところで、それで捨てたっていうことは難しいんだから、私っていう実感があるんだからね、それをなくすんです。それからは言葉なし、もう何も、まあ無の世界、空の世界、それが仏性の世界仏性って言いましたよね、仏性、仏性という大乗でよく言うでしょう、保証とは違うんですか。まあ同じか、別に単なる表現の違い、言葉を使うといくらでも繰り返し入れ替えますからだから脱落、新人脱落っていうことは、まあまあまあ、それは脱落、脱落に達しなくちゃいけないんですね、うん、消防幻想やら道元戦場の話を読んでみると、本人がずっと頑張っていたんですね、脱落を目指して、うん、まあじゃあ道元戦場にもいろいろ弟子がたくさんいましたけど、自分自身ももう完全に落ちストンと落ちるところまでは行ってなかったんですかね、うん自分自身が俺は海将様っていう言葉はないでしょ、うん、ただ自分で一人の修行者として僧侶として自分の修行をやっていたんですよ、うん、そう見てみると、まあ割と禅語っていうのはいろいろ言葉はありますけど、割とその同じようなことを言ってるっていうふうにも、まあ同じことをぐるぐる繰り返ってます。その中でも解説したくなるものも、うん、どうでもゴミやってるものもあるんですよ、うん、だから例えば自分が何か分かって、おのそからが出てくる言葉はおそっぱな言葉で、うん、わさわさという言葉はあまり力がないんですね、うんうん、でそこは公安分かってる人は、だから私がすぐ読めますからね、必死に言い分するとこ行っちゃうとね、言葉で遊ぶなよと言いたくなるんですね